ゴルフニュースポッドキャスト、ゴルフコンドル。この番組はゴルフに関するさまざまなことをリスナーの皆様と進めていくポッドキャスト番組です。おはようございます。11月12日月曜日、第 99.1 回ゴルフコンドル、私は司会のコウキです。今回はですね、前回配信しました99回の、後編ですね。なので 99.1 回ということで、ちょっとさせていただこうかなと思いまして、ね、もういよいよ次回はもう100回でございますよ、これ、ね、リスナーさんのおかげで、本当ここまでやってこれたわけなんでございますけれども、はいね、それで、100回の記念の、記念といたしましてね、太田さんが、YouTube の方でね、ザ・コンドルゲーム、これ私たちが、4ヶ月前にですね、私太田さん塾長、そしてゲストのね、太田さんのお友達、まあ、CB コンペにも来ていただきましたが、こいちゃんお友達ですねと、オーストラリアチーム対コンドルチームでちょっと戦いまして、はい、その模様をですね YouTube でまだ見ておられない方、もしかしたらおられるかもしれませんけど、配信してるんですよ、はい、それをちょっとぜひね見ていただけたらと思いますんで、まあ素人がね、ホームビデオで撮って編集して、まあ、太田さん編集ね本当頑張っていただきましたが編集しておりますので、ちょっと音声聞きづらいとことか、映像見にくいとこあるかもしれませんけれども、まあそれなりに、まあ、楽しく出来上がってますんで、はい、太田さん本当にお疲れ様でした、編集ね、はい、ぜひ、リスナーさん、ザ・コンドルゲーム YouTube でですね、多分カタカナでゴルフコンドルで検索したら出るんじゃないですかね。ちょっと見ていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは次の方、いつまで経ってもアベレージさんからのコメントです。いつも楽しく拝聴しております。会社の行き帰りがメインで、いつの間にか顔が笑ってるらしく、先日は前の席の方が不思議そうな顔をしていました。気をつけないといけませんね。ところで海外のゴルフ状況ですが、今までいろいろなところでプレーしましたが、傑作なのがインドでした。不思議なパー3でティーグラウンドからグリーンが見えません。でもゴムサンダルを履いたら、そこいらのガキみたいなキャディに言われ、打ったところフォアキャディが何やら騒いでいます。なんとホールインワンでしたキャディの策にはまりチップを弾んでしまいました。フォアキャディがボールをカップに入れたんでしょうが、その他見えないところに打ったボールがなぜかこんもり盛り上がったラフに、まるでティーアップしたような状態だったり、まだまだありますが、もう長くなってしまったので終わりにします。これからも100回200回と頑張ってください。またコメントします、ということで、いつまで経ってもアベレージさんからいただきましたコメントでございます。ね、こちら、多分初めていただいた方だと思うんですけれども、ね、王さん、海外でのゴルフ状況ということで、インドは不思議なパー3があるみたいですね、これ。いいじゃん、それ。ねえ。行きたいな、ホールインワン経験し、できる、ねえ、経験できるかもしれないっていう。今日俺ホールインワン3回と。ねえ。俺コンプリートやで、4回。4回。これ、ティーグラウンドからとりあえずグリーンが見えないっていうのが面白いですね、これ。うん。どういうゴルフ場なんですかね、見えないっていうのは。俺なんかもう崖みたいなのが向かって打つんじゃん。ああ、打った後ヒューをジェって打った後降りてたら、ナイスインみたいな、ホールインワンですみたいなすっごいですねこれ。あ、それでおめでとうございます、チップチップみたいな感じになるんですかね、これ。そうそうそう、ルピーくれ、ルピー。ああ、インドルピーね。ちょっとそこのでっかい人、ルピーくれ、ルピーね、そういうことですけれども、その長尺パターンでルーピーくれ、ルーピー、はい、ということで、塾長、このおじさん、もういいですか。
いいですよ。いいですか。雑だわ最近。俺の扱い。塾長、このこういうゴルフなんですけど、うん、経験はもちろんないですよね。ないよ。さすがに。そんな台湾でも中国人でもなかったよ。台湾でも中国でもない。でもインドではあるみたいな。うん、うん、でも楽しそうやなそれ。ねえ、これどう。ねえ。なあ、太田、アンダー出るやんの、それ。出ますよ。アンダー出ますもんね。だから、これ、自己ベスト、インドに行ったら更新できるかもしれませんね、これ。暑いな、あれだ、カレーとか持ってきてくれんじゃん。ねえ。カレーかいみたいな。全然ゴルフ関係ないとこ行ってますよ。絶対この一年の流れありそうやん、なんか。水持ってきて、だカレー持ってきよん。それ、こけなあきませんやん。俺、カレーかい来た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 って、インドの人笑って。で、チップ弾まなあかんのでしょ、チップ弾まなあかん。ボケてるだろ言うて。どうだい言うて。下手したら何持ってきようぞ、何。何ああ、間違えた間違えた、次何持ってきようこっちやこっちやみたいな。ね、ほんでもう一回こげなあかんでね。もう一回こげなほんでまたチップでしょ。ダメだこりゃって言うまで永遠にやられんね。このインド、こんな感じなんですね、インドは。まだでも塾長、このゴルフ事情。いやー、たまたまそんなとこ行っただけじゃないの。まあ全部が全部そうね、こうではないでしょうけども。うん、でもまあ、でもタイも結構多いで。ああ、そうですか。タイ、まあ聞いた話は池ポチャするやん。はあ、なまあ横の茂みから子供が5人ぐらい出てきて一気に池飛ぶ子もいるらしいわ。え、それはボールを拾うってことですか。ボール拾ってくれんねん。へえ。これなくならんって言いますもんね。なくなら。え、それボール拾って持って帰ってきてくれてチップを弾むってことですか。チップを弾む。ああ。で、フェンス越しとかにもボール袋に入れて買ってくれ買ってくれってやつ、ボールみたいし。ああ、なるほどね。うん。あ、まあ国が変わればもう本当ゴルフって全然違いますねこれ。だどこが一番もとるもで何がどうなんか分からんけどさ、うん、まあ、でもほんまにマシなのは日本と、うん、もうそのヨーロッパで試合あるやつとアメリカぐらいじゃないの。ああ、なるほどね。うん、うん、成熟してますもんね。成熟してますね、うん、私も、うん、嬉しい、うん、まあ、そう考えるとゴルフをがまともにできる国っていうのは本当に少ないかもしれませんねこれ。そやな、だって北朝鮮とかでゴルフしてるって聞けへんしな、うん、北朝鮮、うん、あの北朝鮮で知ってました。あの北朝鮮のあの、あのキム・ジョンイル、ああ、あの前のね一番偉い方ですけど、ああ、北朝鮮の中ではあのゴルフの1ラウンドの世界記録持っておられるらしいですよ。え、どういうこと。なんかあの全ホール1打かなんかで入った記録をお持ちのみたいな、なんかそういうなんか50アンダーぐらい出したんです。そう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 。ま、え、あ、そう。そうです。そういう記録が、なんか。ゴルフの神様らしいです、君。そう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 。え、それ何ギネスとかに載ってるの、認定されてんの。いや、まあ、認定はされないでしょうね。認定はされてないですけど。え、まあ。まあ、どこでも。はい、いいですか。はい。ということで、いつまで経ってもアベリーさんね、今回初めてのコメントだったと思うんですけれども、またコメントあるあるどんどんお待ちしておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、コメントのコーナーでした。はい、エンディングのコーナーです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、今日コメントのコーナーものすごい長くなりましたんで、iTunes レビューあるあるのコーナーちょっとお休みさせていただきますということで、もう塾長太田さん100回ですからね、これ本当にこれ何をするかちょっと 今から会議ですよこれ、100回100分しようか。100分、ああ、それは一つありかもしれませんねこれ。うん、うん、そらもう盛りだくさんの P 大会な。P 大会。それがもう100回はもう生配信っていうのもありですよね。生配信どないすんの。え、だからツイキャスで。
ツイキャスで生配信、そんな、P、ね、僕と塾長そんな台本なかったら言えないですよね。言われへんわ。うん、アドリブで喋られへんわ。台本なんか書いたことないですよ。いつもゴージャンの台本通り一字一句間違えた。よう言うわ、ほんま。テント丸まで入れなあかんもんな。よう言いますよ。だから、あの、こうちゃんのセリフすごいもんな。よう、こ、あ、これ、あ、噛んでんや、なるほど、なるほど、みたいな。違う、あの、違う、ダッシュみたいに、ちょ、ちょってやってるわ、そこで噛まない。ちょ、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 ちゃいますよ、ほんまに。ほんまにもう。いや、もう台本、私は書いてますよ。あの、いつも台本見ながら番組やってますから。でも、お二人、なんのメモも見てないじゃないですか。もう、フリートークだけで今までやってきてんのに。何で、心眼や、心眼。え心眼ここ神の目って心の目で見てんねや、お前。もう、塾長に言われたら僕、なんて言っていいか分かりません。違いますってあんま言えませんので。いや、結構突っ込んでるで、お前。あ、そうっすか、すいません。結構このゴルフコンドの収録で俺へこんでんの知らんやろ。へこんでないじゃないですか。ガクーなってたけど。もう終わってから大谷もう一回あスカイプしてごめん、ちょっと今日ショックすぎて寝られへんわ、見てんのに。いやでもその塾上からスカイプっていうお話出ましたけれども、うん。リスナーさんね、うん、私最近お会いすること多いじゃないですか。うん。で、リスナーさんにね、やっぱりまだ聞かれるのが、うん。お三人さんでどうやって収録してるんですかってまだ結構言われるんですよ。ああ、でもそれはずっと言われる、続けるんじゃないのですかね。まあ、一応ちょっとここでももう一回言おうと思うんですけれども。うん。ね。あ、ほんで代わりに太田さん言ってもらえますか？終わりました。はい、お願いします。実は私、コンタこと太田は、CG でございます。後期の書いた通りの言葉しか喋れません。はい、ということでですか。以上ですね。もうかっこ笑うって書いてるからどうしてか分からへんわ。あ、なるほど。なんか先んとこだけ CG っぽくなりましたけどね。まあそうじゃなくてですね、3人これ一人一人自宅でもうスカイプをつないでね話してるんですね、うん、だから、うん、この顔を合わせて喋ってるわけじゃないんですね、これ3人が、うんうん、でもこれさ最初変な感じしましたけどもう慣れましたよね。これ慣れたな。ね、そう、最初どこ向いて喋ったらいいかわからなかったんですけど、うんうん、ということで、3人で、スカイプで、それで私が、録音させていただいてまして、それを編集して、配信してるということで。はい。リスナーさん。ね。そうやな。第100回あれやな。リスナーさん一人入れたってよかったな。あー、リスナーさんを入れて。出演。応募してさ。スカイプで、突然連絡しましょうか。あ、それいいね。中に。それいいですね。もしかしてあなたに繋がるかもわかりませんみたいな感じで。あ、それやりましょう。わかりました。わかりました。それやりましょう。その、メッセージ先なんですけれども、うん、これはまあ、プライバシーがありますんで、うん、私、ゴルフコンドル100回に出てもいいですよという方の、うん、方はですね、うん、メールありますよね。ゴルフ .condor@gmail.com、うん、そちらにですね、スカイプの、お名前ありますよね。ログ、スカイプの ID ですか、うん、スカイプ名、それをスカイプ名っていうんですかね、私がこう探せれるように、うん、でそれをゴルフ .condor@gmail.com に送っていただければ、うん、もしかしたらあなたにかけさせていただくかもしれませんということで、これいかがですか。いいね、そこのあなたつながるかも分かる。そう、そこのあなたがもしかしたらゴルフコンドに出るかもしれないということで、そこの看護師つながるかも分かりません、ね、夜のお前夜勤やぞ、どうするこれ。ただこれなかなかリスキーですよ。なんで？なんですか？これ誰も元気だったらだいぶダメージ大きいで俺ら。太田そんなもんと一緒で何でも偽装はできねえや。終わったじゃないですか。ね、本当に。まあでもこれ本当にちょっと一回試してみましょう。本当にやってみたいと思います。うん、はい。そのものかわかんない。
ね、面白いかもしれませんよ。普通は電話とかかけんねんけどな、これスカイプやから、ね、そうですね、これスカイプ。ほんであれなんでしょう、何のことない、こっち3人がガチガチに緊張するっていうパターン。あ、どうも、はじめまして、みたいな。俺らかい、みたいな。ほんで、お前、後期、番音やったらびっくりすんぞ。ねえ、番音やったら。いや、ほんとに面白い。同級生で、みたいな。いやいやいや、知ってますやん、みたいな。というか、ね、しょっちゅう出てますやん。はい、あでも最悪そうしましょう、誰もけんかったら番号にかけるっていう、うん、もうほんまごめん言って、わかりましたわかりました、リスナーふりしてもうていいかな、ごめんあかんって、声がかぶるって俺、そう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 、もう誰が誰やらみたいなっていうさあ、ほんじゃもうそろそろ終わりたいと思います。はい、それでは太田さん、最後のご用意していただいてますね。うん、大丈夫だ。はい、それではいきます。次回100回でございます。はい、それでは行きます。ダルゴルフゴンダル、はい、ゴンダル、さよなら。はい、いや終わりですか今日。え、今日さん終わりですか、いつもの。100回記念には後期の緑のチームをプレゼントしますよ。しませんって、だからしませんじゃなくてないですから、そんな。はい、ということで、次回100回記念になりますんで、ぜひよろしくお願いします。さよなら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 。まだ聞いてみてもらって。もう一回言おうか。はい、切ります。さよなら。さよなら。